よいしょ。これ何メートル何センチぐらいですか、短い方。 4.6 フィート。あー、 4.7 フィート。あ、すみません、僕のやつと大体同じで、これは僕 4.5 なんで。これはどこまで行っていいの？そこ行っていいのかね？そこはダメなのかな？手前のその砂利引きのとこまで言ってた？反対側はダメってこと。もう初めて来たんですけど、コツとかあります？ここ。たまに行きますけど、はい、ここは初めて。ああ、なるほどなるほど。なんかさっき受付で聞いたら、こっちはなんか大きいのいますよとか言われたんで、ちょっと試してみてるんですけど。超かぶってて、はいはいはい、大きいな、ここ、うん、こっちだと70の口とか60、そうなんだ。釣りたいな。あ、なんか浮いて、あ、上に浮いてるな。
バイブレーションのミノ、これがバカ釣れで、これ以外は釣れなかった。なんか今そこのメインポンドででかいの上がってワーキャー言ってましたね。当たりきます？ここ。まあ僕もここさっきやったらジャンプしたのは見えたんで、いることはいるんでしょうね。ああまたいた。2時この釣り場ね、このバイブでしか釣れない6匹でした。すごいな。いやでも これだけ、こいつだけ、あの例のあの向井のあの気持ち悪いミノーの別カラーバリエーション。はい、タックルとかテンポとかの相性がいいんですよ。例えばそれをデンジさん以外の人が同じように投げて、同じように投げるかっていうと意外とそうでもない。ああなるほどね。要するに全部のマッチングの組み合わせで威力が発揮できたみたいな。あーどうも、6匹釣れました。あすいません、ちなみに、あごめんなさい、そこって何がいるんでしたっけ、そこは。そこ、はい、大型ですか。大型は何がいるんですか。大型スティールカーとドナーが調子いいですね。なるほど。ロットのピックの方々でアクションが変わるし、うんうん、なるほどね。あとバッテンポって結構意外と人によって違う。あ違いますよね。でもこれはね、こいついろいろ試したけど、ね、超スローで正解だった。あと竿立てのリフト&フォールでしたね。海釣りみたいな、なんかこういう感じでゆっくり巻いたら立て続けに